はい、どうもこんにちは、キリンです。ここで皆さんに質問なんですが、ズバリ柴田さんは飛行機ですか？はい、この質問を投げかけられた皆さんはきっとこう思ったと思います。柴田さんが飛行機なわけがない。でも待てよ、ただ柴田さんが飛行機ではないという証拠がないと。そこで皆さんはこう考えた。柴田さんが飛行機なのか知りたい。柴田さんが飛行機であることを証明してほしい。そう思ったはずです。それは僕も全く同じでした。今回柴田さんが飛行機であるという事実を突き止めることに成功しました。今からその一部始終をお見せしていきたいと思います。まず僕が行った行動は、ネット上に柴田さんが飛行機であるという情報が転がっていないか徹底的に調べました。すると、あの人気 SNS Twitter において2件の情報がヒットしました。その1つ目がこちらです。このツイートによりますと、柴田と一緒の飛行機がやばい。柴田と一緒の飛行機、つまり柴田イコール飛行機であるということが言えると思います。そして2つ目のツイートがこちら。飛行機が柴田にしか見えなかった。こちら目撃情報になります。飛行機が柴田にしか見えなかった、つまり飛行機イコール柴田ということになります。これだけでもかなり確信に迫っていると思うのですが、しかしこの2つの情報はいずれも状況証拠に過ぎない。さらに言うと、柴田さんは人間であることは周知の事実だと思いますが、基本的に人間が空を飛ぶことはできない。したがって柴田さんはもしかすると飛行機ではないのかもしれない。そう思いながら僕はさらに調査を進めました。すると次は YouTube という人気動画サイトにて、あの柴田さんが空を飛んでいる決定的な証拠を入手することができました。それがこちらになります。これにより柴田さんが飛行機であるということが証明されたと思いますが、ここでさらに新たな疑問が生まれました。どういうことかというと、飛行機は飛行機でも、どの飛行機会社が作った飛行機なのか、それを解明するまではこの謎が完全に解けたとは言えないと思います。で、現在飛行機会社として最大手の会社が2社あります。その1つがボーイング、そしてもう1つ目がエアバス。柴田さんはこの2つのどちらなのか、これを解明するまでは僕は調査を終わることはできない。僕にも調査を始めた大きな責任が伴っていると思っています。なので柴田さんがボーイングなのかエアバスなのか、これを突き止めるまでは調査を終えることはできませんでした。そしてさらに調査を進めた結果、なんとどちらの会社なのかを解明することができました。それを今からご説明します。はい、こちら柴田という字をアルファベットに置き換えてみました。こちらを入れ替えていきます。 H T B R A A I S、 すなわち柴田イコールエアバスであるということが判明いたしました。柴田はエアバスでした。これで今回の事件は幕引きとさせていただこうと思います。さよなら。